こんにちは、食堂朝ごはんの中江梨花です。最近まだ一段と寒くなってきましたね。皆さんは風邪などひいてないでしょうか。ウイルスなどから体を守るためには何よりもやっぱり体を冷やさないことも大事かなと思います。そんなわけで今日は寒さで冷えが気になる方のためのあったかレシピをご紹介したいと思います。今日はこのカット済みのかぼちゃが安かったのでスーパーで買ってきました。 30% オフでした。かぼちゃは冬至に食べると病気にならないと言われるほどとっても栄養価が高い野菜です。かぼちゃにはカロテンやビタミン C、 あとビタミン E などが豊富に含まれています。これらの栄養素は三大抗酸化ビタミンとも呼ばれていて、強力な抗酸化力があって、活性酸素の害から体を守って体内の老化を予防します。特にビタミン E は血行を促進する効果もあって、血流を良くして冷えの改善に効果があります。なのでぜひ冷えが気になる方はかぼちゃを取り入れてみるといいと思います。今日はこのかぼちゃを塩バターかぼちゃにしました。小さめに切ったら耐熱容器に入れてラップか蓋をして電子レンジで5分くらい柔らかくなるまで加熱します。その後塩とバターを加えてフォークで粗く潰しながら混ぜるだけです。とっても簡単なんですけど、かぼちゃの甘さに塩バターの風味が合わさっていくらでも食べられそうな美味しさです。かぼちゃが柔らかくなるまでの時間は電子レンジの機種によっても結構差があるので、様子を見ながら調節してみてください。体が温まる料理といえばやっぱりスープかなと思います。ポカポカのスープはそれだけで体を温めてくれるんですが、今日はですね、生姜を使ったさらに体の冷えに効くスープを作りたいと思います。生姜にはジンゲロールという体を温めてくれる成分が豊富です。特に冷え対策には生姜を加熱調理するのがおすすめで、生姜のジンゲロールは加熱することでより体を温めてくれる効果のある生姜オールと呼ばれるような成分に変わります。
特にこれらの成分は生姜の皮の部分に多いと言われているので、生姜はぜひ皮ごと使ってほしいです。今日は今肉団子と生姜のスープを作ってるんですが、鶏ひき肉に塩麹と長ネギと生姜を皮ごとすりおろします。そしたらスプーンでよく混ぜます。スープは水と醤油とお酒です。鶏肉から出汁が出るので、特に旨味調味料みたいなものは入れなくても大丈夫かなと思います。そして火にかけて沸かしている間に野菜を切っていきます。まずは白菜です。1センチぐらいの幅にザクザク切っていきます。そしてえのきも使います。えのきは3等分か4等分ぐらいの食べやすい長さに切ります。ここでも生姜を使います。1かけ分ぐらいを皮ごと千切りにします。そしてスープが沸いたら白菜とえのきと生姜を加えます。そしたら蓋をして少し野菜が柔らかくなるまで3分ぐらい煮ます。その後さっき用意しておいた肉団子の素をスプーンで丸めながらスープに入れていきます。このスプーンで丸めるときはそんなにきちんと丁寧に丸めなくても大丈夫です。結構適当に入れてもばらけにくいので、スプーンですくってそのまま落としていく感じでも大丈夫かなと思います。そして肉団子に火が通るまで煮たら、最後にお湯で戻しておいた春雨を加えます。これで出来上がりです。冬に食べたいものといえばやっぱり鍋かなと思います。次は豆板醤を使ったちょっとピリ辛の鍋を作ります。豆板醤の原料の唐辛子にはカプサイシンという辛味成分が含まれます。カプサイシンにも血行を促進して体を温めてくれる効果があります。あと食欲増進効果もあるので、食欲が落ちている時にも唐辛子を使った料理はおすすめです。ただカプサイシンは摂りすぎると胃が荒れてしまうので、あんまり食べ過ぎないようにするといいと思います。今日はトマトの缶詰を使った鍋です。鍋にこのトマト缶を入れて、その空き缶1杯分のお水も鍋に加えます。味付けは味噌と豆板醤だけです。子供の分も今日は取り分けしたいので、私は豆板醤は後で加えました。とてもシンプルな調味料なんですけど、トマトには旨味成分のグルタミン酸が豊富に含まれていたり、加熱することで甘みも出てくるので、味噌だけでもとっても美味しくなります。そしたらキャベツはこんな風に芯ごとくし切りにして豪快に入れました。こうすると芯まで柔らかくなって食べられます。でも芯が苦手な方は取り除いて普通に切っても大丈夫です。
あとは今日はじゃがいもと玉ねぎとしめじと厚揚げを入れました。でも具材は何でも大丈夫です。冷蔵庫に余っている野菜があればそれを使ってください。鶏肉とか豚肉なども入れても美味しいと思います。それぞれ食べやすく切って、入る分だけ好きなように鍋に入れていきます。そうしたら、あとは火にかけて、蓋をして、沸騰したら弱火にします。そんな感じで柔らかくなるまで煮るだけです。ちなみに厚揚げは最初に入りきらなかったので、後で野菜がしんなりしてきたら入れようと思います。今日はこの油抜き不要の厚揚げを初めてスーパーで見つけて買ってきました。ちなみにトマトは加熱することで細胞が壊れてリコピンとかの栄養素を効率的に取れるようになります。トマトの缶詰はもともと加熱処理されているので、ビタミン C とかの加熱に弱い栄養素は減ってしまうんですが、リコピンは吸収が高まるのでおすすめです。普通のトマトだけじゃなくて、ぜひトマトの缶詰も料理に活用してみてください。